誰も本当のことなんか言ってない、だから本当のことなんか知ってない。また勝ち組集まって語る格差、ただ話題に上がってるだけの弱者、悲観的なこと言い広める不安、しょっちゅう耳にするワーキングプアや温暖化テロに食品偽装、毒入りとともに入ってくる思想、詐欺に強盗、殺人や放火、もう家にいたって安全かどうか、モザイク入れ音声変えた証人、恐怖心煽り売る商品、誰でも少しは持ってる期間を刺激し売れば売れるぜ一番、それが今時のビジネスモデル、人を脅かして今日も儲ける、また地震来るって言われた何回も、まず減ることなんかない、不安材料、奴ら大使の顔を読みすぎて、もはや自ら進んで自粛性、俺誰の決議も喫しねえ、むしろ自粛性させる自粛性、奴ら大使の顔を読みすぎて、もはや自ら進んで自粛性、俺誰の決議も喫しねえ、むしろ自粛性させる自粛性、あと一部の事務所やスポンサー企業に関して触れないのいささか言おう、もしかして業界ぐるみで偽装、突っ込むとみんな言うあいつは不器用、スポーツ新聞に週刊誌もグル、出せるとこだけ出して善人ぶる、持ち上げる基準も今やゆるゆる、事務所と記者の関係はズルズル、局や代理店も数にハングリー、低レベルな番組にだって冠、つける世界で有名な一流メーカー、はっきり言って世間での評判は低下、きっとこれじゃもう得られない成果、まあ言ったってわかるわけねえか、ただ見たがんのがいいのだって問題、パチンコやサラ金モラル基本ない、奴ら大使の顔を読みすぎて、もはや自ら進んで自粛性、俺誰の決議も喫しねえ、むしろ自粛性させる自粛性、奴ら大使の顔を読みすぎて、もはや自ら進んで自粛性、俺誰の決議も喫しねえ、むしろ自粛性させる自粛性、国籍企業頂点にしたビラミン、どこも好感度ベースに儲けにらみ、チャンネルは数字欲しさにもみて、広告マンも接待口実に飲みて、そうしてりゃ仕事も回るぐるぐる、だから不祥事もみんなスルーする、商売のためには揃って目つぶり、どれも全てはイメージ作り、国も企業もメディアも含め隠蔽工作する全員グルで、こういうのって多分国家的犯罪、大儲け上げてる漫才に万歳、たまに思い出すのはマイケルの報道、裁判やなんかのあの騒動、一体本当に有罪なのは誰だ、確か何度か世間にもバレた、奴ら大使の顔を読みすぎて、もはや自ら進んで自粛性、俺誰の決議も喫しねえ、むしろ自粛性させる自粛性、奴ら大使の顔を読みすぎて、もはや自ら進んで自粛性、俺誰の決議も喫しねえ、むしろ自粛性させる自粛性、本当のことみんな言ってないから、本当のことみんな知ってない、誰も本当のことなんか言ってない、だから本当のことなんか知ってない、本当のことみんな言ってないから、本当のことみんな知ってない、誰も本当のことなんか言ってない、だから本当のことなんか知ってない。